ということで、はい、こんな感じです、はい、そうです、はい、これいいでしょ、これいいですよね。あれ1台増えた。あ、ジムニーですよ。しかもこれ新しいジムニー。ジムニー大好き。これ昔からね、うん、いいですよね。いいですよね。でこのアルトが鈴木さんが、そう作ったアルトですよね。カローラとクラウン、クラウン、うん、これは両方とも初代ですね。初代ですね、はい、あ、はい、あ、よろしくお願いいたします。どうぞこちらに、こちらへどうぞ、はい、座ったままです。座ったままで失礼いたしますが、これ温度大丈夫ですか。どうですか、寒いですか。ちょっと寒いんじゃないですか、はい、ちょっと上げた方がいいと。熱がありますか。興奮して。登場したのは今年89歳、自動車業界のレジェンドといえるスズキの鈴木修会長。昭和30年代、売上50億円だったスズキをトップ在任40年で年商3兆8000億円の世界的自動車メーカーに育て上げました。そして今や車の3台に1台と言われる日本の軽自動車市場の礎を作った方でもあります。今日はですね、修会長がお越しくださるということで、これをねスタッフがね準備してくれたんですよ。これなんか粒あんがお好きだって。粒あんこっちなんですよね、うんうん、今日はおやついただきながら。まずは話を。話？まずはおやつじゃなくて、みんなでこれいただいてからにしようかっていう話してたんですけど。どうですか。これはいいですか。つばんが大福もちは、はいはい、大福もちは、はい、お好きなんですか。 これね、甘いものは美味しいですよね、うん、確かに。ということで今日はおやついただきながら、はい、リラックスしてお話ししたいと思うんですけど、普段お二人どう呼び合ってらっしゃるんですか。僕は修会長。修会長、はい、秋夫さん。秋夫さん、うん、秋夫さん、一番初めにお会いになったのはどいくつぐらいの時だったんですか。お会いする前に、秋夫さんが社長になられてから、秋夫さんと思って尊敬してました。うんうん、じゃあ社長になされる前から。いや前から存じ上げて、はい、で今でこそね尊敬しておりますとか、こうやって茶化されますけどね。茶化されますけど。茶化してらっしゃるんですか。もうね茶化しですよ、それで。もう子供とぐらいのちょっと大丈夫です。まずですね、それぞれのお写真を今日お借りしてきました。これ修会長からです。さてどこにいらっしゃいますか。ここにいますね。あ、ここにいらっしゃる。ねえ、若い。おいくつぐらいの時ですかね。これ20ぐらいですか。でこちらがですね、秋尾社長の、初公開写真、新入社員の当時の集合写真ですが、さあどちらにいらっしゃいますでしょう。これ分かんないじゃない。右端です。右っていうかこっちじゃなくてこっちのこの辺にいらっしゃる。眼鏡かけて。ああそうそうですそう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 、メガネかけてました ね、 ね。ちょっとそのこれはね、新入社員の時にいろいろクラスがあるんですよね。その一つのクラスでこのぐらいの数になっちゃいます。同期ってことですか。同期です。同期で、はい、ただ私途中入社組ですから、私ちょっと年がいってます。でも面白いのは当時ね、サングラスかけてる連中いるんですよね。あ、本当だ、こんなことが許されるんですかね。あ、サングラスかけてる、あ、そうですか。いや、流行りだったんじゃないですか。いや、だけど新入社員のこういう集合写真でサングラスなんてかけますかね。かけますね。かけませんね、普通。かけますね。かけませんよ、ね。まあ、あまり出来のいいクラスじゃなかったですね。とにかくこうお二人がそれぞれこう20代の頃にこうそれぞれのスズキ、トヨタに入社された時というのは、
周りはどんな感じで扱ったんでしょうね。招かざる客ですよ。招かざる客、やっぱりそうなんですか。招かざる、招かざる客、名前聞いたから追い出せと、うん、そうですか。いうことで、あの写真は豊川工場を建設準備委員長で、だって大事に逆にされるんじゃないんですか。いやそんなことは絶対ないと思いますよ。私も大事にされたことは一回もないですけど、会社へ入社しまして30年で、33年、社内で生意気だと、今度の用紙は生意気だということを言われましてね。実は修会長、鈴木の創業家に後継者候補としてやってきた婿養子、最初はなかなか受け入れられなかったといいます。その最大の困難が30歳の時、まだ誰も手がけたことのなかった大規模な工場建設を先輩たちに押し付けられてしまいます。修会長は信頼できる若手を集め、執念で工場建設を成功させました。30歳以下で固めたんです。若手ですね。その方たちは探したんですか。この人が係長で最高年齢者で31でしたかね。20ちょっと超えてますけど、でもこの役員は副社長まで、ね、行かれた、専務まで。やっぱりね、こういう時の仲間っていうのは、だから本当のやっぱり鈴木のね、この時の創業メンバーなんですよね、うん、1回目の会合で3億円予算をもらった、1割返事をしようと、2億7000万でやれたんですか。なぜ返上したんですか。あの意地じゃないですか。予算が意地で意地じゃないですか、ね、すごい。3人のおじさんが養子ですだから、はい、私が4人目ですか。どの養子が偉くなるかなと。競争。じゃあそういう中でもいろいろいわば品定めがあるわけですか。へえ。私が僕にお父さんかけなさいと、私にかけなさいと、親父の前で言ったんです。すごいですね。すごいな、それ。それすごくないですか。それは20代の頃にそこをおっしゃったんですか。35、6です、ね、すごいな。僕にもしそういう立場と言えなかった。だけどそれ以降は招かざる客ってことはないですよね、招かざる客でありませんね。もうそっから風向きは変わるわけですよね、すごくないですか、それってね。バサバサと頑張りましたからね。じゃあ秋夫社長にももっとバサバサしてほしいって感じですか。いやいや、これ以上バサバサおやめなさい。創業家としての重圧の中格闘してきた2人のトップ、実は修会長、秋夫社長に特別な思いが。あの修会長はあの秋夫社長のことを どういうふうに思っていらっしゃるんですか。ああ、僕はね感激しましたことはね、2010年の2月24日、校長会ですね、校長会、さっと出られた、それで北米のサプライヤーとディーラーさんと工場の幹部を前にして話をされた、3月1日に北米から中国へ、直接中国に行かれて、3月15日にヨーロッパに行かれて、いうことで、あの帰ってこられたから
2000人集めて、はい、あ、名古屋で、名古屋でもやりました。はい、素晴らしいことだと、うん、いうことで、判断力とか決断力とか、うん、行動力とか、うん、経営力だと私は思ってました、はい、それが、ああ経営力と、うん、すごいと。これで秋夫さんが不動の文字通り社長は加工されたと私は思いましたね、うん、でもご本人はその時打ちひしがれていらして、あ、もうこれで社長も1年で終わりだなってお考えになってました。ですよ、あの公聴会に出る前ですね。ですよね、はい、で出る前はどちらかというとその私、あの、あの当時の常識ではね、あの若くして社長になりました、ですから役員は皆さん年上で、うん、でそれまでの私のトヨタ人生も、うん、あんまり余分なこと言うなよとかね、あ、それからメディアには出るなよとかね、あの自分の言葉で自分の考えを語ることは、うん、ある面禁止をされてました、うん、で公聴会には出ますよと言ってたんですけど、当時の会社の判断は、その出さない方がいいということで結局出るようになったので、あのスパンと言ったように移られたのはそれだと思います。で行った時からですね、結局会社の言うこと聞いててもその通り行きませんよねとね。で私自身もこれで社長も終わるわけですから、こっから先は私自身が初めてね、初めて会社にお役に立てるかもしれないとね。そうおっしゃったんですか。で初めて会社にお役に立てるかもしれない、だからその会社を守らせてくれとね、という。それで私は多分ね、あの鈴木さんのとことうちの場合は会社の名前とあの商品のブランドの名前とご自分のお名前が同じなんですよね。ですから多分鈴木会長もそうだと思いますけど、車がリコールになるなんてのは自分の体がね痛められてるのと同じことなんですよ。ですからそれが表現できるのも多分私であろうということで参りました、でとにかくそのそれ以降2年間ですね、どこの国に行っても、あのなんだと、アメリカにだけ最初謝って、やっとうちの国に来たのかということをね、どこの国に行っても言われました、2年間。それでそのすぐですね、あの中国にも行きましたし、ヨーロッパにも行きましたし、いろいろねトヨタに対して説明を求めてられる国っていうのは当時多かったと思うんですね。でそれはそのグローバル発信を一つすればいいっていうもんじゃなくて、やっぱりそれぞれのお国で、あのトヨタの立場も違いますし、お客様も違いますし、その判断力をということだとしたら非常にありがたいです、はい、あの今までこんなことをね、言われたことも私自身ありませんし、私が秋夫さんの立場だったらどうしたかということを反省しました。なかなかできないことにはできないことで、秋夫社長ご自身は無意識になさってたんですか、っていうかね、その必死だったんじゃないですかね、毎日毎日生き抜くのことだけに、だから多分そのね、あのもう社長も終わる、だから逆にそこであのしっかりとね、あの会社を守り、正しいことを伝えていこうということで、あ、今日も生きてる、今日も生きてる、今日も生きてるの連続が実感だと思いますね。私がね、昭和33年、鈴木に来ましてね、場合によっては、鈴木が倒産するかもしれないということを経験しましたね、決断力とか、あの行動力ということじゃなしに、経営力だと私は思いましたね。今あの会長言われた、会長が初めてね、スズキ自動車に入られた、時も倒産するかもしれないと、それでその私なんかが言うのは非常に生意気なんですが、あの多分ね、倒産するかもしれないっていう感覚を持たれること、これがあの経営力なのかなとも思います、私も生き抜くっていうじゃないですか、
でそれを水会長から経営力とご評価いただいたということは、多分経営そのものというのは多分そのね、生き抜くことであり、倒産するかもしれないという危機感をいかに価値を向上させるかということに、どう会社全体ね、それから人をそっちに向かせていくかということが経営力なのかなというふうに、